スケッチのプロジェクトコマンドは、すでに存在するジオメトリをもとにスケッチを作成する便利で簡単なコマンドですが、オリジナルのジオメトリの形状と若干異なるスケッチが必要になることもあります。このようなシチュエーションで、リンク解除コマンドを活用すると、投影した元のジオメトリとは独立したスケッチを作成することができます。そして、リンク解除したスケッチは修正することができます。このリンク解除のコマンドをご紹介するために、上側の接触面のエッジを下にある寸切りボルトの接触面の上面に投影します。そして、投影したスケッチをリンク解除し、直径を大きくする編集を行ってみます。まずは、寸切りボルトの上面に新しいスケッチを作成します。画面を回転させます。上側の接触面の円周エッジを選択し、スケッチ平面に投影します。そして、OK を選択します。投影されたスケッチは、投影した元のエッジと自動的に同じ直径になるようにリンク関係がついています。もし何らかの修正をしたい場合、まずはリンク解除で元のジオメトリとのリンクを解除する必要があります。これで寸法や形を変更することができるようになります。これを行うために、まずはジオメトリを投影したスケッチ要素をクリックし、次に右クリック、そしてリンク解除のオプションを選択します。すると、スケッチの色が紫から青色に変わったことがわかります。この色の変化は、元のジオメトリとのリンクが解除され、スケッチがフリーな状態になったことを表します。そのため、ドラッグすることで自由に大きさを変えられます。そして、新しい寸法を与えることもできます。寸法のコマンドは、後ほどのレッスンで扱いますので、現時点で機能を知らなくても大丈夫です。任意の数値に寸法を変更したら、そのまま情報にスケッチを押し出しします。この 3D フィーチャーをご存じなくても構いません。ここではリンク解除したスケッチを利用して、どれだけ簡単に形状に修正を加えられるかをご覧いただきます。これでそれぞれ独立した異なるサイズの接触面を作成することができました。もちろん今回のケースでは、新たに円形のスケッチを作成することでも同じ形状を作成することができます。ただし、より複雑なスケッチが必要となる場合、ジオメトリを投影してリンク解除を利用することで、新しくスケッチを作成するよりも作業時間を大幅に短縮できるでしょう。